はい、OK です。完璧です、完璧です。綺麗なお嬢さんでも完璧ですよ。これはなんていうバイクですか？これマッハです。マッハの いくつとか？これは初期型のエグリです。エグリ H1 250cc 500です。あ、500なんだへえ、ナンバープレートまで黒い。うん。これいつ頃手に入れたやつですか？手に入れたのは5、6年前です。5、6年前。5、6年前だとおいくらぐらいするんですか？これはなかなか言えないなかなか言えない。なるほど。知り合いからですか？そうですね。あ、そうなんですか。これを狙って探してて知り合いが持ってる。たまたま知り合いが持ってたんで、もうそれしかない。あ、そういうことですか。うん。他にも候補があってじゃなくて、もうこれ。あ、これしかない。H1 の500。はい、あ、そうなんですか。これ H1 の500の魅力は何ですか？えぐりタンク。あ、えぐりですか。初期型なんで、このジャジャ馬って言われてた。あ、はいはい、この形だけです。あ、そういうこと。はい、一番最初初期、本当に一番最初。あ、そうなんですか。へえ。これのマフラーは純正です。あ、純正なんだ。そういうこと。じゃあ貴重ですね。まあですね、はい、ねえ、一番おじいちゃん。あ、そうなんだそういうこと。じゃあ超貴重じゃないですかそういうことなんだ。へえ。買ってからいじったところあるんですか？ないですね。あ、ないんだ。ノーマルノーマルです。あ、そうなんだ。え、カラーもこれは、あの、まあ、純正カラーなんですけど、もう塗り替えた。あ、塗り替えたんだ、うん、もう錆びてボロボロだったんで。もともとこの色でこの、ね、またこの色にしたんだ。元に戻ったね。あ、そういうこと。あ、ボロ、まあ、シートもちょっとね、張り替えてますけどね。あ、結構ボロかったってことですか？じゃあ、あ、そうなんですか。あ、そういうこと。じゃあ改造というよりもレストアっていう感じですか？そうですね、もうなるべくもうちょっと戻すだけど、そのフルさ、ボロさを残しながら。あ、そういうこと。あ、そういうことですか。なるほどね。へえ。ありがとうございました。Whoa!